あのまあ皆さんもねいろんなシチュエーションでスニーカーを着用されてると思いますけれども特にまあこんなシチュエーションだとスニーカーを履く着用するよっていうのはどんなタイミングになりますでしょうか池田さんいかがですか<私>はい、はい、特にですか、うん、まあほぼ毎日どのシチュエーションでも履けるものだとは思うんですけど、はい、まああの必ず私は最近あのゴルフをちょっと趣味で始めまして、うん、まあそれ必ずやっぱスニーカーじゃないですかそこで私は最近それこそあのシカゴを<お>あの ちょっと贅沢にアレンジして、この間復刻したやつですか?。はい、お、あの下にちゃんとあれつけて、ゴルフシューズとして、最近。そう。あ、そうです。そうです。あの八回のね。銀座の。はい、そこです。僕も買いました。本当ですか。そう、そこでやっていただけるので、ゴルフシューズにして。あの、おしゃれ、おしゃれしながらゴルフを楽しんでます。そういうところにもスニーカーを持ってくるという。そうですね。よく知ってますね、さすが。 あ僕もぜあの変えたんで、あゴルフあ最近僕もやってて、そこいいですよね。めちゃくちゃいいです。何でも資金数にかをゴルフシューズにしてくれるので、はい、やっぱな他の人とはまた違ったゴルフシューズになるなっていうので、そういう楽しみ方も最近し出し、ま、し始めました。えみじゃあ山下さんもそこに行って帰ったんですね。そうですあのー、銀座の阪急メンズ館の8。<laughs> そのく詳しく言わないで具体的。<laughs> 何のモデルめちゃめちゃ、この後すぐ皆さん帰りに寄れるぐらいですよ、ね銀座。銀座の、はい。あります。むちゃくちゃいい。んで、はい、僕もソール変えてますね。何を、何をゴルフシューズにしたんですか。僕はジョーダンワン。お<ー>ジョーダンワンとニューバランスと。はい。宮瀬さんはこういうタイミングで、よく履くなってありますか。そうですね。僕、あのー、最近買ったのが、あの、ターミネーターの、あの、復刻モデルを買ったんですけど。うん、その、サファリパークに行くように。うん サファリパークよ。そうなんですよ。行くの,の？え、行きたいんですけど。行きたいね。行きたい。<laughs> はい、はい。靴を履いて行きたいんですけど、はい、まあ緑の緑緑と白のあの服、ー、を買ったんですけど、うん、あのー、はい。 それでサファリパーク。は <laughs> <愛>い。いや、<愛>いそうそう、あの、でも、それを想像して、サファリパークの番組が流れてて。はい <laughs> うん、お、なるほど。緑にしようと思って買ったんですよ。<ー>なるほど。はい。やっぱり、その行く場所とか、シチュエーションによって。はい。足元を、こう、皆さんになると、こう、スニーカーを選びに行くってことなんですね。うん、そうですね。ぜひ、あの、その、行った際には、お写真。S. N. S. とか、楽しみにしてます。はい。インスタ載せます。ありがとうございます。<laughs>